三田浜から望む外離島外離島は、八重山列島の西表島の西側に位置する島で、ある。現地では、深っぱなり、バネーと呼ばれる。沖縄県八重山郡竹富町あざ入表の一部。入表島南東部の白浜港の北西約 3km に、ある。南東 200m ほどにあり同じ字入表の一部と、なっているうち離島との間は遠浅で、小さな差しが形成され、 古くからタイの島として認識されてきた。西側の直径1 5トルほどの半円状の主要部と東へ約0 5トル伸びる半島部からなる。西端にはバンヤミネと呼ばれる標高1 4 8 5ルの山があり、琉球王国時代には板所が置かれていた。半島部の南側を除き、海岸は急斜面である。島の南北などには、 珊瑚礁が存在している。実質的には、入表島と同じで、全体が砂岩などの八重山層群で構成され、主要部には南北方向の断層がある。飲料水や農地の確保が困難なため、永続的な居住は難しい。かつては男性1名が長期滞在していたが、2014年頃に退去している。2016年4月15日に全島が、 入表石垣国立公園の第二種特別地域に追加指定されている。また、島の北側の海域も海域公園地区に指定されている。15世紀後半に入表島で勢力を有した喜び、大吉田上陽糸口は外離島で生まれ育ったが、土地が狭く村立てが困難だったため、対岸の疎内に移住したという。年には内島と外島の間に、 オランダ船が漂着し、幼女の孫の幼村が船員を救助して、犬2頭をもらったとされる。一説では、この船の乗員がマラリアに罹患していたために、八重山列島にマラリアが蔓延するようになったとも言う。ナ内との間の湾上の海域は、利口と呼ばれた。外リ島は、昇法年間には無人島であったが、西岸は大船を経流できたため避難港に、 なっていたと考えられている。島では古くから祖内の人々がサツマイモや木綿、キビなどを栽培し、陽生6年頃にはイノシシを根絶して賊畑を開墾したという。第二次世界大戦中には船浮湾一帯に船浮臨時要塞が建設され、外離島には野宝などが設置された。1987年、琉球真珠が 入り表島帰り養殖場を開設。1985年頃に台湾人の資産家が外離島と内離島の土地のほとんどを約50万円で購入。夫婦で10年ほど生活し、牛合いの獅子の畜産を営んでいたという。しかし、この夫妻は2013年2月26日に台北市郊外、八陸の淡水河で水死体の状態で発見された。当時、 資産家夫妻は島を売りに出しており、香港の企業と商談が進んでいたとされる。しかし、不動産登記と実態とが乖離しているため、その後の所有の状況は確認されていない。なお、2016年4月の入りをもて、石垣国立公園の公園計画書では、外離島と内離島の総面積を341ヘクタールとし、そのうち国有地を180ヘクタール。 公有地を9ヘクタール、私有地を137ヘクタール、不明を15ヘクタールとしている。ありがとうございます。